今回のユッペ旅は、友達と戯れる、心が現れるというか、日本の最西端へ、はい、こんにちは、九州の旅、終わる。ユッペは天草をちょっと観光しながら、熊本の友達の家に向かう。おお、綺麗、橋です。天草パールラインっていうらしいです。これが綺麗、有明海って聞いたことあるな。今書いてた看板に一度は聞いたことがあるだろう。有明海、その場所はここだ。佐賀、福岡、長崎、熊本に囲まれたこの場所なんだって俺は知らんかった。すまん。有明海の特徴として、普通海って言ったら青色をイメージするけど、有明海は泥色をしているらしい。これは阿蘇山が噴火した時に地下から吹き出た泥で、有明海では毎年5月に泥まみれになるガタリンピックっていうのがあるらしい。もうオリンピックの代わりにガタリンピックやれ。おお、すごい、すごいな、この風景。すげえ。なんか昔、チャレンジ4年生のビデオで見たわ。こんな感じのやつ。コラシがいたから、ラッキー見た。ラッキーだっけ。すげえでかい。あれなんだろ、今。コンバインしかわからない。塊魂の曲でね、恋の稲刈りって曲があるんですけど、めっちゃいい曲やってます。スルメ曲。あるよね、スルメ曲。何回聴くといい曲になるみたいな。スルメ曲って単語を初めて知ったのは、猫缶のこいつは本当に協力する気があるのかっていうのがスルメ曲ってなんですね。猫缶を知ってる人は多いと思うけど、エアーマンが倒せないね。もう10年前だからね、エアーマンが倒せない。古しえのニコニコトークは需要がないので、高校の親友タムノリに会いに熊本市内にやってきた。すげえね。あれっしょ、これでもできてさ、これ。考えたら狂ってる。久々に友達と再会できたので、熊本で一日遊ぶことにする。熊本県湯気神社に来た。おー、ついに来ました。日本一上品な神社ですね、これが。なんかすごい上品なね、神社らしくて、上品なものしか置いてないらしいんですけどね、本当に。ちょっと見てみましょうか。上品ですね、本当に。あれとか上品じゃないですか、すごい。上品ですね、完全に。完全に上品ですね。もうなんか、心が現れるというか、心が現れますね、これ。完全に金銭が置いてあるこの神社。子だから、安産、家庭円満の効力があるって言われているぞ。あとは希望士にも良いらしいので、ヤバそうな男がいる女性の方もどうぞ。このおみくじぶっ刺さったチンチンマジで痛々しくて、二人して落ち込んでた。すげえ、ここくぐるといいらしいよ。サスケサスケサスケ、その後はまあいつも通りバカなことやって、夏目漱石ゆかりの草枕温泉天水にお風呂入りに行った。スドラの人形、鉄をせよ、反発せよ、死に道、俺の無力を知れ。アドーロ90クロイスイン。やめろ、やめんかい。熊本まで来て山口県のラーメン屋の話をする男。一生懸命チュン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 チ
な感じで別れの日。ゆっぺ、風邪ひくなよ。黒しすぎ。やめろ。オーナー旅乗り、長い間クソお世話になりやした。ここからは、ほんと最西端の地のために西の空を見上げ。熊本ですね。市内か、これは多分。あ、はい、そうです。話しかけられる。ありがとうございます。いや、先に北海道行ってきたんで、はい、全部上行って。ありがとうございます。全日本武道部3日前かな、天草で知り合った友子が剣道やっててるそうで、一家俺も剣道やってたんで、すごい気持ちが分かった。コテ痛いよねーつって。本当にね、冬のコテめっちゃ痛いよ。中学校の時に先輩がいて、もうコテめっちゃ強くて本当嫌だったけど、言うと殴られるから、痛いって言うと、あー、じゃあもう一回やってやろうかみたいな。いやー、それだったらよく吐いてた。スラムダンクさ、魚住の過去編みたいな。で、なんか魚住が吐いてるシーンあるやん。もうね、気持ちが分かるけど、あのシーンはね、スポーツやってる人だったらみんな分かると思うんですけど、吐くよね、夏とかにアホみたいに吹くと。だからあのシーンの魚住はね、好きっす。なんかもうどんどんさ、もう洗練されていくのに旅してると、次の日のパンツを持ち歩いてるわけ、いつもすぐ風呂行けるように。それがね、ちゃんともう2日分持ち歩くようになった。毎日毎日ね、後ろの箱の中からね、パンツを詰め替えるのめんどくさいから。一見そう、船乗った時にヤバくて、船ってもはやあれ2泊やから、パンツが足りんで1日分大変なことになった。まあ、ノーパンで過ごしてて、船の上ではしょうがない。だってないんだもん。だってねえんだからしょうがねえだろ。おい、ノーパン丸とかにすればよかったの、あの時だけ。ツイッターの名前、フェアンダーバーノーパン丸。何のことだ、まるで意味がわからんぞ。なんかすげえね、最近気持ちがわかるよね。デジモンアドベンチャー02のね、映画のね、多分ね、俺の人生はね、こう幸せになれるんだけど、絶対あのデジモンアドベンチャー02のさ、デジモン台風ハリケーン上陸のやつ、あいつの結局目的ってのは昔の友達に会いたかったみたいな。でも会いに行ったら大人になってたから、みんな子供にするみたいな、そういうねやつなんですよ。めっちゃ切ないやんって思ったけど、めっちゃわかる。そうだよ、思い出は思い出のまま止まってるから。あるやんというか、その結婚とか好きな人になるけど、違うんだ。俺が好きな人は小学5年生の時も好きな人なんだ。もう二度と会えないんだけど、かといってその人が好きだから、その人とは付き合えないみたいな、彼との気持ち。だから昔の人には会いたいんだけど、でもそれはずっと展示からだから、ひたすらまた打ち回るだけみたいな。なんか狂ってるって言ったんだけど、簡単に言うと狂ってる。その後、狂ってる俺はおっちゃんに話しかけられたり、お菓子もらったりして。さあ、佐賀県入りました。いや、佐賀県入りましたよ。だからこの辺にね、ビッキーのカエルの交番ってのがあるらしいの。まずビッキーも知らないし、カエルの交番ってなんやねんって感じだけど、これか。あ、これか。あ、これ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 。ほんとだ、ビッキーのカエルの交番だ。すげえ。いや、すごいのか、これは。果たして。佐賀県 B 級スポット、ビッキーの交番。なにこれ。あ、すごい。茶色い、ほんとに。結構茶色いね。すげえ。ほんとに茶色い。ほんとに、めっちゃ茶色いっすね。茶色いファミマだ。まあ、そんだけなんですけど。佐賀県 B 級スポット、茶色いファミマ。ご立派。さあ、行きましょう。なんか B 級スポットめくりじゃないですけど、そういう地図があって、見てみたら、すっげえ気になるんですが、気になるのがあって、それが何かっていうと、陶器でできた手榴弾っていう。めっちゃ気になる、陶器でできた手榴弾。めっちゃ気になるやん、そんな。どういうことなんやろ。なんで手榴弾作ったの。やっぱ、あれ九州やから、九州たまに出てくるもんね。北九州とかで手榴弾見つかりました。そろそろかな。こうかな。
有田焼民族資料館。はい、こんにちは。やってきました。ここが有田町です。あの有田焼の有田町ですね。ここにね、 Google マップに入ったんですけど、陶器でできた手榴弾っていうのがあるらしいんで、本当にあんのかな、そんな。多分ここにあるらしいんで、ちょっと行ってみようと思います。歴史民族資料館、全然人おらんけど、ちょっと聞きたいんですけど、陶器でできた手榴弾っていう、うちが展示してます。そうです。この中にあるんですか。あります。尺になっております。あ、全然、もちろん大丈夫です。すみません。お姉さんに陶器を案内してもらったぞ。これもですか。これもです。え、これ陶器でできてるんですか。陶器物です。これは陶器でできたポストらしい。すごい技術だ。すごいですね。手榴弾ですよ。これもポスト。これじゃあ戦時中とか、戦時中の金属不足になった時に、家庭の鍋やかんから金属教室といって提供していくような状況にもう陥った時に、じゃあその代用品として焼き物ということで、多分こちらも珍しいお金です。つまり陶器でできた手榴弾の謎は、金属がなくなった日本でなんとか代用できる陶器で作られた当時の職人さんたちの技術の結晶だったのでした。こちらの有田焼民族資料館、スタッフの方も親切だし、すごくためになるので、みんなも行ってね。よし、行きましょう。すげえ楽しかった。有田焼の見るの普通に勉強になったわ。佐世保バーガー食べなきゃいけんよ。佐世保バーガーを食いましょう。さあ、佐世保入りました。なんでもいいから佐世保バーガー食いてえな。来るからにはうまい佐世保バーガーを食いてえな。なんか佐世保バーガーをやっぱ食べたいんですけど、おすすめの店とかありますか。カヤっていうハンバーガーがあるんですけど。カヤ、はい、あ、今のビッグマムも美味しい。ああ、そうなんですか。あ、カヤってこれですか。佐世保市、佐世保のビッグマムを目指す。ビッグボーイ、ビッグボーイがいいらしいですね。さっき言ってたね、カラやっけ、カラ。カラとケーブルか、あれキキやっけ。キキはあれか、おじゃ魔女じゃなくて、魔女宅か。お、佐世保駅かな、これ。あ、佐世保駅だ。おー、でっけえな、佐世保駅。なんてか、街並みがすごい、なんか、おしゃれじゃない。おしゃれだ、ちょうど大逆転裁判やってるから、なんか、海外みたいな。あ、ここやん。ていうか、ビッグマムじゃなくてビッグマンだった。あー、もうめちゃくちゃだよ。佐世保バーガービッグマン、ポテトとコーラ付きでござる。いただきます。うますぎる。そこから本土最西端の地へ向かう。ちょっと影がかっこよかった。もうなんかライトに映る影みたいな。影っていうと影マンだね。東京プリンが映ってるのね、オープニング。こんにちは。ありがとう。神奈川から来て。ありがとう。そう、この時間って下校時間か。一人ぼっちでサッカーしてる、あれみたいな、ジャイアントキリングの椿、ジャイアントキリングの椿が一人で練習してるシーンがいいよね。男の子、女の子だな。あの距離感何なんだろう。あるよね。でも分かる、分かるよ。すごい、あの通学路一緒の女の子とさ、一対一になった時のあの気まずさね。今だったらさ、わー、一緒に帰ろうぜってあるけど、あの頃一緒に帰るってのがなんか嫌だわかる。恥ずかしい感じ。うわー、切なくなってきた。子供に戻りて。しかも今たまたまメダロットのエンディング聴いてるからもっと切なくなって、子供の頃の思い出的なよみがえり。大人になるんだけどね。大人にはなりたくないな。言ってたからな、トマトアドベンチャーでも、トマトアドベンチャーでもそんなことって大人のすることじゃないかみたいな。大人、まるで大人みたいだみたいな。お前は喋りすぎる。そろそろ日本の一番好きじゃない。もうちょいっすよ。おー、綺麗、めっちゃ綺麗、めっちゃ綺麗、めっちゃ綺麗やん。
うわ、すげえいいな、この場所。めっちゃ良くない？あれ。マジかわ。漫画読みながら帰ってる。漫画気にしちゃったの。学校漫画気にしちゃったの。高校の時に女子が読んでた君に届けをどっかしたのを覚えてる。なんか修学旅行で沖縄行ったらへんまで覚えてる。ヴァンパイアナイトは封印してきた。やっぱもし少女漫画はさ、奥様でしょ、奥様。お前は喋りすぎる。え、あ、これか。来た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 、来ました。来ました、すぐ来た。最西端、おお、これが日本の一番西ですよ、多分。やったぜ、やったぜ。日本本土最西端、神崎花公園にやってきた。こんにちは。日本の一番西に来ました。ほら、めっちゃ綺麗じゃない。日本の一番西です。ここが日本のじゃねえ、ちょっと言い過ぎた。本土最西端です。佐世保のずっと、左、ここから歩かないといけないんですけど、すっげえ綺麗。綺麗すぎる。綺麗じゃない。最西端のモニュメントがあるらしいので探す。モニュメント、あ、こっちか。来た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 、来ました。今度最先端の地、あー来た。あ、写真専用スタンドある。すごいな、分かってるな、やっぱり。何これ。あー、もうめちゃくちゃだよ。やっちまったぜ。最北端、最東端、最南端、最西端、本土四極達成じゃい。やったぜ。海に潜って魚取っていたお兄ちゃんと雑談した。そしたら長崎の果てで暗くなったので、その辺の駐車場で寝た。長崎から福岡へ。さあ、結構山道かな、多分長崎の上の方から福岡に、糸島とかその方に向かう道ですね。長崎、佐賀、福岡の下道はずっと山の中でなかなか辛かったぞ。福岡県糸島市、糸島市入りました。糸島っていう島が、ちっちゃい島があると思ったけど、そういうことじゃなかった。糸島市っていう場所ですね。糸島です。海めっちゃ綺麗よ。すごいなんか労働感が出ていいね。外観西口ってある。外観ってなんか強そう。でも分からんな。福岡見て普通に迷う。涼しいかすらちょっと行こうかな。何これ、どういうこと。マジでよく分からん。なるこれ、建物がある。幼稚園バスの子供たちが手振ってくれた。ありがとう。こんにちは。はい。めっちゃいいやんけ。福岡好きなるわ、こんな。なあ。いやー、なんか元気湧いてきたぞ、急に。昨日、すげえ病んでて、闇モード、完全に。なんか寒くてさ、すげえ昨日。めっちゃ病んでたよ。なんか、ダイモンみたいになりたいなって思ってたけど、男とか女とか年金とか社会保険とかそういうのないとこに住みたいと思って、動物とかと一緒に暮らしたいなとか思ってたわけよ。そんなやつおらんかみたいな。そんなね、動物と一緒にね、暮らして毎日毎日なんておらんなと思ってる。ガイモンがいたから、あ、ガイモンになりたいんだな俺。ガイモンになりたいんだよ俺は。なんのこっちゃ、さっぱりわからん。その夜俺は福岡の役員ら園で後輩ともつ鍋を食べた。もつ鍋クソうまか。うますぎる。これなんだ、これ何か忘れたけど、これもうまかった。そんなこんなでついに九州の旅も終わり、山口に向かう。さあ行きましょう。キャナルシティとかの辺ですよね、多分。さあ進んでいます、ずっと戸田市。どこだ、ここ。よう、
いや、わからんな。小倉か、ここ。これまだ八幡か。八幡ですね。いや、工業地帯っていう感じですね、やっぱり。北九州なんで、海も近いし。九州と本州を結ぶ関門トンネル。さあ、関門トンネル。通ろう。いや、懐かしい。東北九州行ったんだよな。懐かしく感じるわ、あの日が。こうして九州の旅も終わり、次の旅路へと向かうのだった。山口県秋吉台を抜けて友達とデュエルをした俺は岡山で袋を触っていた。そんな時、兵庫県に旅人の聖地があることを思い出した。でも山奥で紅葉を見ながら進んでいた俺は、まさかあれが降ってくるなんて思わなかった。次回ゆっぺ旅、散りゆく季節に降る雪たち、モンハンは笛が一番おもろい。